ではどうぞ。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。ではまずご経歴をどうぞ。待って、ゆうこ、27歳、神奈川県から参りました。最終学歴は国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科を首席で卒業しております。現在の職業は個人事業主として登録をしております。今回の希望金額と出資形態を教えてください。210万円で、出資形態は融資でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は？障害者兼医療者として福祉医療を改革し、社会福祉を改善したい。ソーシャルタイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ、オールイン。では今回はオールイン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。簡単に経歴を教えてください。大学卒業後、埼玉県内の総合病院にて言語聴覚士として従事しておりました。就職して3ヶ月目に入る頃に喘息の大きな発作が起きたということで入院することになりました。当初の予定では1週間ほどの入院というふうに、ドクターの方からは言われておりました。ですが治療しても良くならず、大学病院にて精査をすることになりました。精査をしていく中で様々な症状が発症していき、最終的に、難病の診断が下りました。そして難病の生活を送る中で、当事者としての目線を持ちながら SNS などを通じて多くの方とつながっていき、そして病院を退院した後に、2021年の6月頃からですね、自分の状況とこのような状態でも様々な活動ができるということを皆様に希望を持っていただきたいという思いから、ライブ配信を活動し、ここで個人事業主登録をいたしました。その後 SNS で発信を続けながら結婚を得て、2022年の9月国内で初の出産をしました。2022年の11月頃にさらに症状が悪化をして、病院を変えて現在の診断に至っております。で、2023年の2月頃、啓発運動もしたいという思いから自分のオリジナルブランドを立ち上げて、販売を始めました。後に症状の中から夫との関係が少し難しくなってきてしまい、現在離婚の協議中という状態になっておりますが、その時に一度 SNS を引退しました。しかし約1ヶ月前ですね、いつ心臓が止まってもおかしくない発作を抱えているという診断を受けて、もう止まっているしかもないと、余命っていうものが明日かもしれないし、でも20年30年後も生きているかもしれないという中で、1分1秒という時間を止まっていること、心を止めていることがすごくもったいない時間だなと思って、全て離婚が落ち着いてから再度発信をしようと思ってたんですけども、そうではなく、もうこのタイミングで発信をさせていただき、今回の応募に至りました。では今回の授業プランをまず簡単にお願いします。最終的な目標としては、日本の福祉医療を改革して社会貢献につながるような新しい形の学校を建設したいというふうに考えております。現在インクルーシブ教育というふうに日本では言われておりますが、実際に日本ではインクルーシブ教育というのは難しい状態になっているのが現実であります。その中で私自身が、医療者っていう立場もありますし、当事者という立場もあって、インフルエンサーのような形を取っていって、自分が前に出て発信をしていくことで、たくさんの方々とつながって大きな目標を成し遂げたいと思い、講演会や講師活動を始めるにあたって皆様に出資をしていただきたいと思い、応募をさせていただきました。
はい、ありがとうございます。彼女の病気のことについては、皆さんには経歴のところに書いてあるんですけれども、ちょっと視聴者の方のために、私の方からちょっとピックアップをして読み上げますね。2019年の5月末、喘息重積発作との診断、そして入院の治療を開始しました。ただ、残念ながら改善せず、大学病院へ転院したと。で、同年の10月頃に、若年性 ALS と診断。喘息用症状は上咽頭狭窄と診断。これは ALS との矛盾だということになりました。はい、で、同じく同年12月24日、永久気管切開をしたと。2021年1月頃、スティッフパーソン症候群と診断された。これは全解除の生活になりましたと。2022年11月頃転院。重症筋無力症の診断。その後も次々と進行。治療の効果は発揮せずに、対処療法の日々を現在送っている。子宮頸がんワクチンの後遺症との診断を受けたと。本当にさっき控え室で少しお話をしたんですけれども、彼女が抱えている病気は一つではなくて、いくつかなんですね。大きく、他に低くすると二つですか、はい。細かくすると、十何個にもなってしまう。で、その一つ一つが日本に数人とか、もう一つが数十人ぐらいらしいんですけど、ついこの間、症例報告がドクターからないということで、最終的には、世界に一人が持つ難病ではないかというふうに言われたっていうところなんですね。はい。実はさっき面談に行った時に、当たり前にお付きの方がいらっしゃると思ったんですよ。だから、一人でいらっしゃったんで、ここまでどうやって来たんですかって聞いたら、実はお連れの方がいらっしゃったんですけど、昨日の段階でその方がコロナになられた。普通ならまあ来れないわけじゃないですか。でも彼女はですね、一つのこれは約束だし、自分は本当に1分1秒もったいないし、なおかつやっぱこれからビジネスをやっていこうとしている中で、約束は守らなきゃいけないと思って一人で来ましたっておっしゃったんですよ。いや、すごいなと思って。はい。で、そんな形で実は今日、お一人でここに来られたっていう方でございます。本当に僕も、こういう状態でいらっしゃった志願者の方が初めてなので、ただ、彼女が勇気を持ってね、ここに座られたので、ぜひ皆さん真剣に彼女のお話を聞いていただいて、ちゃんと同情とか云々とかっていうことではなくて、彼女もそれを望んでないと思いますから、いろいろとお話を進めていっていただきたいなというふうに思っております。なんで、ビジネスを始めてみたいと思ったの？レンジャージム会長田中裕二、キックボクシング3団体の元王者、東京を中心にジムを経営、不動産飲食業界への参入、ネイルサロン経営の後バイアウト、ヒップホップアーティストメジャーデビューの実績も持ち合わせる。ビジネス界でも勝ちにこだわる王者の参戦、いかなる打撃を繰り出すのか。始めてみたいと思ったの？はい、ビジネスを始めたいと思ったきっかけは、まず私が中学高校が私立の品川女子学院という学校を卒業しているんですが、そちらの学校で株式会社を設立するという体験をする授業がございます。そこでまず一番初めに授業をするということを、携わりました。大学に進学し、カリキュラムの一つで海外研修の中でベトナムの医療福祉の現状を目の当たりにし、ベトナムの在宅医療を良くしたいという思いから、中高時代の経験を生かして、起業したいという思いを病気を足をする前にまず最初に持ちました。本当は JICA で青年海外協力隊に参加したかったんですよね。あ、それはビジネスをする前にきちんと現場を出てからやりたいという思いがあったので、はい、そちらを経由してその後に起業しようという考えでやるつもりでした。でも、はい、その前に病気を発症してしまったので、青年海外協力隊には結果行ってないという。青年海外協力隊に入る基準が医療資格者だと3年現場経験を積んだとからしか行けないので、うん、いけませんでした。はい、最終学歴のところで国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科卒業首席と書いてあるんですけども、はい、この時には障害は全くなかったんだけれども、ここの言語聴覚学科にいらっしゃったということなんですか？そうです。あ、なるほど。だからもともともう随分もっと若い頃からそういうことにやっぱり興味があった。そうですね。
大学2年生の時に一番最初にビジネスをやりたいというふうに志すようになりました。うん、品川女子ってのは優秀な学校なんですか？高校ですか？はい。高校頭いいですよ。ああ。大学時代も首席で卒業ってなかなかに、あれですか？かなり勉強もされたんですか？大学1年生の頃からビジネス関係なくなんですけど、国家試験を受かるための勉強をしても意味がないと私は思っていて、現場で生きる勉強をするべきだというふうな考えがあったので、現場のことが分かる論文を読んだりとか、ボランティアで介護施設に行ったりとか、病院に行ったりとかして、日本でもいました。今、家族構成はどんな感じなの？現在なんですけども、実は、昨年のちょうど約1年くらい前に、私のこの病気の影響で精神的な不安定な状態になってしまったのがきっかけで、日本の福祉の現状でもあるんですけど、夫への負担が大きくなってしまったことで、介護に耐えられなくなってしまって、別居状態に陥ってしまい、現在、離婚をすることが決まっています。今はお一人ではなく、例えばご両親と一緒に住んでるとかって感じですか？私は、育った家庭環境がすごく複雑で、戻る実家も実は両親は健在してるんですけどもなくてですね、はい、独居状態なんですが、健在の福祉では精神的な疾患を一度やってしまうと重度訪問の事業者さんがなかなか入ってくださらないっていうのと、あとは珍しい疾患っていうところでもともと身体のところでもなかなか事業者が見つからない中で、そこに精神が合併してしまったので事業者様が見つからなくて、現在ヘルパーさんが一人もいない状態で日々ギリギリの状態で生きているっていうところはあります。お一人で住んでらっしゃるんですか？はい。はあ。訪問看護さんは、週5日、1日2回と、土日に、まあ、家族が手伝いには来てくれてはいますけれども、それ以外の時間は一人になってしまっていて、生きてるのが奇跡っていうような状態で生きてるんですが、ただ、それも現状としては信じて、すべき日本の福祉の課題かなというふうに思ってもいますので、ビジネスをやる上ではリスクなのは分かっているんですが、この発信を通して支援者の人も集めたいなというのもあって、今やるしかないという思いから、僕もね、そのてっきり手厚いサポートを受けてるのかなって思ったんですけど、はい、そのまあある意味国の制度の穴みたいなことがあるってことですね。です。じゃあちょっとお聞きしたいんですけど、本題とはずれるかもしれないんですけど、はい、今一番お困りのことと、それでなんで国の制度ってこうなのかなって、ここがおかしいな、困るなってところを教えていただけると。今一番困っているのは、私は日内変動と日差変動といって日によって体の状態が違うので、なんとか動ける日はどうにか水分を摂取したいとか、服薬をしたいとかできるんですが、発作が起きてしまう日とかは、水分も食事も取れない、お手洗いにも行けない、という時間がすごく長くなってしまうんですね。という、今、ところが一番困っているところです。日本の、なぜこうなってしまっているのかなっていうところは、重度訪問介護っていうところの成り立ちっていうのが、まず最初、脳性麻痺の方々の運動から、重度訪問介護というものは出来上がっています。基本的に病状が安定した方々をメインにというところで考えられているので、私のように変動があると対応ができないヘルパーさんが多いというのと、ヘルパーさんを養成するのに実は3日間で資格が取れてしまうんですね。で、人手不足、賃金も低い。さらに介護報酬もさらに今後引き下がるというのが決まっています。中で、その職に就きたいという人も少ない。事業所の中での研修も強化ができない。というところから、状態が落ち着いた方ではない対象になってくると、対応ができないというふうな発言を受けてしまって、なかなか事業所が見つからないという状況に陥る。受けてくれるところがないんですね。そうですね。日本の福祉の課題に声を上げる志願者。当事者の目線から作られるビジネス、その信念を受け止め、虎たちの心が揺れ動く序盤戦。一体
どう転がる。新生イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集、詳しくは概要欄から。私聞いてもいいですか。六本木ジーニーオーナー八神サラ、エンターテインメントバージーニーをはじめ六本木は複数店舗を経営、独立以来売上は億超えを持続、生配信でも人気を集め SNS、YouTube 界を賑わせる。大人の世界、幻想的な空間へと誘うニューハーフ界の女王降臨。妖艶に光る神秘眼が志願者の可能性を見極める。私聞いてもいいですか。はい。なんかすごくこの今の現状とかは全部伺って、私が今まで見たことある中で一番細かい資料をご用意いただいてたんでちょっと読んでたんですけど。ありがとうございます。夢のところを聞きたくて。はい。マイドリームっていう、はい、すいません、うちの祖母が同じ病気だったので、すごく夢を、はい、教えてください。これの、はい、お金の夢を。私のこの公私公演をした後の最終目標は、誰にでも芽吹き花が咲きますようにというコンセプトを持っております。現在コロナという状況があったがゆえに、IT を利用した企業様や学校での教育というものが一気に日本でも浸透してきてました。その IT を利用すれば、実は私のような中度の障害を生まれつき持っていても、きちんとした設備を整えたりとか、専門家のアドバイスや連携が取れれば教育を受けることができます。発達障害によってできるできないということを、私はデコボコというふうに表現してるんですけども、できないところをどういうふうにしたら社会で活躍できるかというサポートをする仕事が、言語聴覚士の大きな仕事の一つでもありまして、このようなサポートも教育の中に、その子だけではなくて周りの子も取り込んだ形で、体育の授業や様々な形でやっていくことで環境を整えていって、きちんとしたインクルーシブ教育というものを整えた学校を移管して行っていき、最終的には障害があるなし関係なく、共に学校生活が少し子が増えていけば、日本でも障害者雇用というところでどうやってやっていいんだろう、どうしたらどう関わったらいいんだろうというような悩みを企業様が抱えずに雇用することができます。障害者の方も社会の一員として働いていくことで、今後超高齢化社会が迎える日本が直面する税金を納めることも、障害者でもできるようになります。日本の社会福祉自体を改善していくことにもつながると思っているので、大きな本当にプロジェクトになるんですが、学校を設立したいというのが最終的な目標です。元手を増やして、はい、講演会を行ってお金をさらに集めて、この学校の設立に向けた動きをしていくっていう流れですね。で、そのプランがもう考えてらっしゃいますもんね。自主開催講演会費が1回あたり1000円から3000円で考えてる。1000円から3000円で考えておりまして、はい、ここに関しましては、現在 SNS ですとフォロワー数に対して質問を投げてもだいたい1から 2% 程度しか返答がないんですが、私と同じように気管切開をしていても声が出せる友人がいまして、その子が継続的に発信を続けてくれていたので、その子の力も借りて、先々日くらいにですねアンケートを取ったところ、1000円であれば皆さんお金を出しても講演会行きたいよっていうふうに言ってくださったんですね。なので最初無料で始めようかなと思ったんですけども、1000円からであれば講演会からでも採算が取れるのではないかなというふうに思っております。これおそらく、一般の方向けの講演会、1000円ずつ集めて来てもらうのももちろんいいと思うんですけど、はい、やっぱお金のある方に大きく出していただくっていう方が効率もいいですし、はい、話が早いかなっていうふうに今ずっと伺ってて思ったので、そういう流れにしたいですね。そうですね、おっしゃっていただいた通りで、最初は一般の方向けに発信をしつつ、 YouTube なども活用して、企業様とのつながりが増えた後には、企業様向けにも大きな医療機関向けなどにも講演会等を行っていきたいというふうに考えております。なるだけ最短を目指してますね。そうですよね。
時間がないですよね、はい、時間がないというよりはあるというふうにもちろん捉えて捉えて言ってはいますけども、自分がすぐどうにかなってしまうっていうふうに考えてしまったら何もできないので。わかりました。はい、ここまでご本人がどういう感覚かわからないですけど、まあ一般的には皆さんがこれは辛い境遇だよなって思うような状態のお話をたくさん聞いてきて、逆にこれまでいろいろ周りの人が励ましてくれたりとか、あなたはこうあなたにしか発揮できないこういう価値があるって応援してくれたりする人とか、どれぐらいどんな人がいてどういうエピソードがあるかっていうのをこう話せる範囲で知りたいんですけど。大学時代から私が様々な活動をしていたところもあって、学会とかの勉強会なども大学時代から参加をしていて、様々な企業の社長様や先輩方ともつながりがある中で、病気になった後もあなただったら病気だから何もできないんじゃなくて、きっと社会を変えられる、何かができるといった声を私が地金を開いた時に言ってくださる方は何人もいらっしゃって、それでもやっぱり紹介が進行していくことと紹介の波があることがすごく私の中でビジネスをやっていくというところで人に迷惑をかけないかというところがすごくすごく悩んだんですけども、自分ができない時に私の代わりに動いてくれる人を私が育てればいいんじゃないかという考えにシフトが変わっていって、それでビジネスをやっぱりやりたいという気持ちが根本にはあったので、右腕になりたいと言ってくださる方も集めたいという気持ちが芽生えて今回応募させていただきました。令和の虎は誰かから聞いたのか、あなたは前から知ってたのか、どちらですか？もともと知っておりました。今回出ようというふうに決めたのは何かきっかけはありましたか？はい、そのきっかけがついこの間の入院で、それはもうできる治療というのか副作用が多い関係で厳しいという現実と、はい、心停止をするリスクがあるという中で、ただ心停止がその自律神経性の心停止なので予想が一切ドクターでも立たない、奇跡的に病院って入院してる時に止まればすぐ助けてもらえるんですけど、そうじゃなければ心臓が止まってからしか運ばれないし、ペースメーカーの対象にも検査でたまたま見つからない限りはならないんですよっていう現実が分かった時に、私はこのタイミングでやろうと決断しました。分かりました。門田さんはもともとこの病気になる前からもう素晴らしいモチベーションじゃない、もともとそういう女性だったの？中高時代は劣等感の方が強かったんです。大学に入ってから大きく私の中の思考というか考え方が大きく変わったかなというふうには思っております。なんでどういうふうに変わったの？はい、一番のきっかけは本当に単純なことなんですけども、中高時代はすごくレベルの高い学校で全国的な模試ではそんなに悪くない数値であっても学校の中では上の方にはいけないというところがあって、周りの部活動も実は吹奏楽部に入っておりまして、月に最低1回多ければ2回とかっていうイベントがある中で成績上の仲間たちと一緒に活動をしていたのもあったので、そこの両立もこの子たちと比べてできないというところで劣等感を持っていたんですけども、大学1年生の時に成績が一番だったこと、その後も活動をいろいろやっていても成績が落ちなかったことが私の中でいつもこんなんかあっても両立をしていけるという自信につながっていきました。でもともと素晴らしい女性だったね。医療者兼障害者の目線から社会の課題へと切り込む奮闘を続ける志願者、その言葉が虎たちの心を引きつける。後半戦、議論は新たな局面を迎える。一番は、まあ、先立つものはお金だと思うんですけど、僕たちが何かできることというか、はい、虎たちにこういうのを手伝ってくれたら助かるなとか、そういうのありますか？手だけの中では記載させていただいてないんですけども、皆さん SNS とかでも
活動をとてもされているのと、 YouTube の活動、インフルエンサーから集まったファンの方々、多くの著名人の方や人脈を皆さんお持ちだと思うんですね。その方々とぜひつながらせていただきたいという思いはすごくあります。お金以上に欲しい価値のあるものだと思っています。今特に収入とかは、株式会社イヤシープ代表林直弘、学習塾で全国制覇、年商100億円超えを実現。次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援、積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む積む積む、軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王。今宵も聞けるか、サービスですよ。今特に収入とかはどうなってますか？基本的には紹介年金がメインです。ヘルパーさんとかそういうのもそんなに自己負担なく、まあ、ないですね、収入を得る人になったら負担は増えていきますが。そうですよね。ただ公的ヘルパーを使っている時に仕事はできません。認められている地域は本当にここ一番の地域では。そうですよね、令和新選組のね、国会議員の方が、ね、働いたらヘルパーが使えなくなってしまうという問題ありましたよね、はい、それと同じ問題ですよね。そうです、うん、なので地域も限られてしまう。で、認定を取るのも難しいっていうことですよね。病院自体が限られてしまうので、その働ける地域に引っ越せるかっていうと、引っ越せないんですよ、うん。その地域に引っ越してしまうと、この見てもらえる病院ドクターがいなくなってしまうので。そうですよね。でしかもね、先ほどのお話だと受けてくれる事業所さんが、はい、なかなか門田さんの症状だと難しいってことですもんね、はい、だったら自分でいっそのことを頑張って稼いで、秘書であり自分ができない時に事業を任せられる人間と、私をサポートしてくれるスタッフ4人くらいいれば、24時間をうまいこと回して休みも取らせてあげられるので。じゃあそのスタッフさんにそのヘルパー的な役割をしてもらおうという作戦ですね。そうですね。公的なサービスをお金を払って私費で使おうというわけではなくて、スタッフのみんなに手伝ってもらおうと。そうですね。そんな作戦。そうです。なるほどなるほど。一定のね、収入があるとね、自己負担で使わないといけないじゃないですか。そうです。だからどのくらいの収入までいったら今より環境を改善できるのかなと思ったんですけど、逆に仕事をしながら8時間3名体制とかで、家に住み込みで例えば SNS の仕事をしてもらうとか、そういう体制を作りたいということですね。そうです。なるほどね。じゃあ在宅ワークみたいなので3人の稼ぎがあって、それでちょこちょこ抜けてお手伝いができればかなり環境が改善されるってことですかね。そうですね。なるほど。それだったら、まあ動画編集をそこで受けてもらったり、ツイッターの投稿代行を受けたりとか、そういうのでもいいんですか、はい、ちょっと違います？というのは私自身がですか？そのスタッフがそこでやるとか。一定の収入を掴み込めた時点で、法人化はもう先考えていて、はい、スタッフを雇えるだけの収入の見込みが立った時点で、スタッフは育てるのが前提の上で、スタッフに資格を取ってもらう、もしくは資格を持っているスタッフで。その資格は何の資格ですか？医療的ケアで吸引という作業と、私胃ろうがあるので、この胃ろうの作業に関しては家族以外は第3項という資格がなければできないんですが、この資格を取ってもらって、でドクターの指示書を自分の法人が取って、看護師さんからの指導を受けて登録をすれば、その医療ケアができるようになるので、そこの資格を取ってもらって。その資格は結構取るの難しいんですか？第3項だけを取ろうとすると2日間なんですけども、住宅訪問介護研修というものがありまして、はい、3日間で取れる資格があります。あ、じゃあ別にね、はい、いいですね。じゃあ3人家で働ける何かお仕事を見つけて、人たちにサポートも合間にお願いねっていう体制ができる、かなり生活は楽になりますか？そうですね。じゃあそういう作戦を僕たちで考えたりとかすると、してくださると、とてもいいですか？すぐに活動もできますし、 YouTube の配信も私音楽的にやりたいんですけども、撮影自体もできるので、日常生活も日々発信ができるというところで、そこも
すごくメリットが大きいのかなというふうには思っております。ちょっと長く話して申し訳ないんですけど、じゃあ、門田さんの配信もいいと思うんですけど、確実なのは多分8時間で3名体制でそこでお仕事を受けることかもしれないですね。そこでもしあるんだったらね、みんなで動画編集をそこにお願いして3日間の講習はやってくれ、それで動画編集を覚えてそのお仕事をしてサポートしてくれる人を募集って、令和の虎とか僕たちのチャンネルとかで募集して3名体制を整えたらとっても楽ですか？はい、とても楽ですし、スタートもすごくスムーズなんですが、うん、3名キリキリで確保してしまうと、そうですね、有給消化とかも大変なので、まあ、5、6人とかもっと複数でシフトを組んでいきたいですね。で、秘書の第1、第2、第3みたいな形になりますけども、うん、私の事業を引き継ぐ私がどうしてもできない時にやってもらえるような事業の肝の部分を教える3名は決めた上で、みんながきちんとホワイトに働けるような形ではしたいと思っております。まあ、ほぼ考えてることは完璧ですね、うん、はい、いろいろ想定されてますよね、うん、いっぱい考えたね今日本当に志願してくれて、株式会社カードン会長トモハッピー、カードゲーム専門店ハレミヤを創業、年商は60億円超え、伝説のプロゲーマーが次に手掛けるのはマジック・ザ・ギャザリングをはじめ全てのカードゲームを取り扱う超総合店カードン。ボビー界のエヴァンジェリストは志願者のライフを癒すのか、あるいは強烈な一撃を叩き込むのか。今日本当に志願してくれてありがとうございます。その勇気のおかげでいろいろ考えさせられてますし、気持ちとしては多分みんな応援したくなってるんじゃないかなって僕は感じてるんですけど、事業そのものの話をちょっとここで伺いたいんですけど、はい、最初の融資と返済については講演会とか物販で収益を上げてそれで返済っていうのが今のところメインですかね。一番最初のメインはこれで考えてるんですけども、はい、もちろん自分自身がプランティング化していったりとか動画編集をしていく中で事業を拡大していって、拡大した事業の中からも返済ができるようになっていけばいいなというふうにはもちろん考えております。あとはそのちょっと先には、まあ、動画とか生配信のこう広告収益だったり投げ銭だったり、はい、そういうのもあるのかもわかんないですけど、この講演会についてっていうのは1回の講演あたりに全部の予算ひっくるめるといくらぐらいかかるんですかね。はい、必要資金のところの項目内訳で、はい、まず確か横浜市民ってあるところから横浜市のホールが安く借りれるというところで概算をすでに出させていただいております。館内にあるホールなんですが、入場料はこれは取らない時の金額になりますが、土日祝日の4時間でレンタル費用が 1.5 万円、これが200人くらい収容できる小さいホールになります。ここに照明器具やレンタル費用が約 2.5 万円、そこに音響や照明などをスタッフを頼んで受注しておよそ10万円というところで、トータルで14万円、15万円くらいでできるかなというふうに考えています。ちょっと話の腰折っちゃっていいでしょうか。彼女はここに書いてあるに自主開催の講演会って言ってるじゃないですか。僕らにやれることって、株式会社モノリスジャパン代表岩井義明、令和の虎チャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる、志願者の思いや人柄にベットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長。志願者や虎、時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一括に今宵誰が打ち抜かれるのか。僕らにやれることって、これ自主開催じゃなくて、この令和の虎でこの彼女が講演会の講師として呼ばれるようなことを募っていけばいいんですよ。そこにつながるとめちゃめちゃいいですね。そうです。で、そしたら、まあ、彼女は今残念ながらね、著名人ではないので、はい、めちゃめちゃ大きな金額をいただくことはできないでも、10万円とか15万円ぐらいの謝礼はね、出るんですね。しかも、要は借りるのは向こう側ですから、原価かかんないわけですよ。その方が僕はよっぽどいいと思っているので、そうですね。僕は今まで多分500公演ぐらいやってきましたけれども、それなりにそれぞれ主催者がいるわけじゃないですか。令和の虎で今こうやって喋っていれば、そういうのを見てくれてる人たちが、あ、じゃあ自分のところにぜひとも彼女を呼んで講演してもらいたいって人もいると思うんですよ。だからわざわざ苦労して講演会を彼女が自主でやらなくても、絶対いいと思うんで、その方が。
まあ、その実績作りとかその経験で 1,2 回とかだったらいいと思うんですけど、自分でやってもなんかこのままの計画だと、さっきの質問の意図は心配するところは何かっていうと、先生と同じで融資が返ってこなそうだなっていうのはもちろん、資金がショートして事業が継続発展できないと僕らはとっても応援したい気持ちだとしても悲しいんですよ、それはそうなっちゃうと。はい、ありがとうございます。もちろん私自身もそれは考えていて、オフラインでお金をかけてやるのは最初の2回と決めて、自分の中で締まりを決めてやっております。その前にオンラインで無料でやって、絶対に人が来てくれるような状況を作り上げていく、そしてオフラインで2回無料で来ていただいて、発信を YouTube とかを見ていく中で依頼を絶対に取るっていうのを目標にして、そこの依頼といただければもう自分の負担はないので、そこの中から皆さんにお返しをしていくという返済計画を考えております。そこに向けて活動するってことですね、はい、もちろんその1回目2回目の講演会の様子っていうのは動画にもしたら、より多くの人にどんな感じでやっていただけるかなって見てもらえるし、ね、1回目2回目の無料で開催する分に関しましては、講演会を撮影で出張で1回約10万円程度からお願いができるので、撮影していただいて、それを自分で編集をして YouTube に載せて、皆さんがいつでも閲覧できる状況にしたいと考えております。なんかこう福祉の問題っていろいろあるな。世界のセレブが酔いしれる街、銀座の夜から虎が舞い降りる。銀座高級クラブ7へ、オーナーママ唐沢七重。新時代の銀座を彩る SNS 戦略で莫大なフォロワー数を獲得。その影響力はまさに夜のバタフライエフェクト。果たして志願者たちは伝説のママまでも酔わせることができるのか。なんかこう福祉の問題っていろいろあるなと。私も両親が実は去年2人ともちょっと認知症の診断を受けていろいろあったんですけど、なんかすごく近い問題だなと最近自分も年を取ってきて思うんですけど、だからでもこの出られて令和の虎の見てらっしゃる方がたくさんいるので、そういう声が届くと、そして行政が変わっていくといいなと、はい、はい、思って聞いてました。ありがとうございます、はい。過酷な現状の中、社会を変えるビジネスを生み出す志願者、新しい未来をつかみ取る挑戦、トラたちがさまざまな角度から選択肢を示す、いざ迎えるラストステートメント。思いついたのはすごいですね。リライブシャツというシャツなんですが、では門田さん、最後にラストステートメントお願いします。はい、本日は、聞き取りにくい部分もあったかと思いますが、皆様、お時間をいただきいただきありがとうございます。そしてたくさんのアドバイスと愛からいただいた、本当に嬉しい思い出たくさんです。そしてこのモイカで YouTube を通して世の中のたくさんの人、当社の方はもちろんですが、福祉に携わる方、たくさんの企業の方に届いて、成功していくと、願うとともに絶対に成功させるという気持ちで、頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では最終決断に入りましょう。ゆいさんからお願いします。はい、令和の虎ってこの思いを金に変えろってことですよね。はい、思い伝わりました。全額で、全額、全額で、はい、一旦もうゆいさんから全額出ましたんで完全オールです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、一言ゆいさんどうぞ。もうもはや俺より優秀な社長なんじゃないかと。彼女の同情とか全くなく、なんだろう、その彼女のその熱い思いにリスペクトを込めて全額です。はい、ありがとうございます。ではサラさん、私からは210万、同じように全額で、はい、ありがとうございます。はい、もちろん、今抱えていらっしゃる体のことももちろんそこは考えましたけど、それ抜きにして人としてここまでプランを練っていらっしゃるということもそうですし、私が去年入院した時に私は1ヶ月ぐらいだけだったんですよ、まあ、不自由だった期間が。で寝たきりの状態でやっぱ自分ではお手洗いにも行けなかったし、なんかその経験をした時に、普段どれだけ自分が恵まれた
人生を今まで送ってたかなっていうのにも改めて気づいたんですよね。でもその時間ってやることが何もないじゃないですか。寝てることしかできなくて、私もだからすごいその時間にいろんなことを考えたんですよね。ビジネスのこともそうだし、人生のこともそうだし、だから同じように考える時間方も今すごくあるのと、それに反して残された時間が短いかもしれないっていうところで、これだけのことを考えてらっしゃるっていうところにもやっぱり胸を打たれたし、個人としても応援したいし、私の周りの協力してくれそうな社長さんだったりとか、そういう人にも声をかけて一緒に何か協力できることがあるならしていきたいなと思いました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。今のサラさんがとってもいいこと言いましたけど、僕はサラさんに言わなきゃいけないことがある。なんて言わなきゃいけないか分かりますか？はい、僕が言いたかったのは、そうは言っても話が長いって言いだ。あ、そう、なんかもう本当に話が長いの長いの、はい、私話長いの。これね、あの最終決断は短めにって僕はお願いしてるはずなんですけども、言われて怒られてるの。いつになったら終わるんだろうみたいな、ね、喋りすぎないよ。ちょっと本当すいません。いやいや、とんでもないです。はい、では七山は210万としてありがとうございます。はい、一言なんかありますか？はい、いや、あの本当に思いが伝わりました。あの皆さんと同じ意見ですけど、あの思いが伝わったので出させていただきたいなと思いました。ありがとうございます。はい、ではトモアピー。僕は10万円門田さんに、はい、そして自分自身と世の中のためにもう200万円、トータル210万円出します。ありがとうございます。何回やりたいよね。門田さんに10万円と、あと何て言った？自分自身と世の中のためにもう200万円でトータル200万円。自分自身と世の中のためにってことは、門田さんにはその200万はいかないってこと？いや、門田さんの活動を通した自分自身と世の中のための、まあこれはクリリンの分、これはヤムちゃんの分。見てよ林さんの、あのめんどくさそうな顔を。ちゃんと解説しますよ。僕はだから短めだって。初めて会ったそんな喋ってない、そんな喋ってないんだよ。こんなに喜んでくれてるからまあ許すけどね。でしょ、はい、ちょっと和やかにね、最後ね、明るくこう未来に向かっていくんだこれから。まあ、門田さん初めてお会いして、単純にその勇気もすごいなと思ったし、頑張ってほしいなっていう純粋な、ただ応援したい気持ちで10万円と、門田さんが表立ってこう活動して露出して発信していくことで、また僕がこう関わらせてもらい続けることで、なんか正直これはそういう見方で皆さんにも僕は見てほしいなと思うし、たくさんの人に門田さんに協力してほしいなって思うんですけど、門田さんが自分の今の置かれた環境の中でその価値を世の中のためにしようっていうことで頑張ってる姿は、正直自分が全てその満たされてる存在だとは思わないですけど、いろんなことへのこう自分は恵まれてる、感謝しなければならない、頑張ろう、そして自分はあってその方にはない部分っていうものがある方に優しくしなきゃいけないっていう、いろいろこう自分自身がいい方向に、そして世の中がいい方向になるように考えさせられることがすごい強くあるなと思って、なんで自分と世の中のために200万円っていうのです。ありがとうございます。きっといいこと言ったんでしょうけど、サラさんより長いね。すいません、長い、もうちょっとまとめたかったです。ごめんなさい。まあトマピーなんで許しましょう。すいません。はい、ということで林さん。はい、僕はもともと50万ぐらいかなと思ってました。でもあの5割れでもあの余ると思うんで、あの50万で、であとはあのその仕組みが整えられるようにね、一人の時間があると大変だと思うんで、その発注体制というか住み込みバイトというか、その体制を整えるのに発注したりとか、そこで頑張りたいと思います。そうですね、はい、はい、ということで改めてですね、4人の方からは満額の210万円、そして林さんから50万円出ました。改めての感想です。おめでとうございます。さあ、とんでもない額が積み上がってエキシードになりましたけれども、はい、どうしましょうか。皆様の、つながりや人脈、そして皆様と関わっていきたいという思いがお金以上に私にはありますので、皆様から均等にいただきたいと思っております。今回はもうこの均等が僕もいいと思います。はい、なのでお一人42万ずつで合計210万ということでよろしいですか。はい、はい、ではですね、どうしましょうか。僕迎えるのでいけますか。はい、行かせてください。レッツゴー。はい、おめでとう。ありがとうございます。今回俺もなんか手伝えることはなんかするんで、遠慮なく言ってください。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
おめでとうございます。ありがとうございます。一緒に行きましょう。よろしくお願いいたします。実は花江さんのところの面接に行ってこの状態でも働くのが夢でした。あ、ありがとうございます。まあ嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。応援し続けます。よろしくお願いします。頑張ってください。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、よく出ましたね、本当ね。あの、一人の時間が少しでも減るように、なんかうまく体制整えましょう。ありがとうございます。あと、七重で出勤したら同伴します。はい。すごい、でかい。ぜひ。はい、モンデさん、あの、皆さんからね、こんな形で、最後、締まりましたけれども、はい、今日の感想を一言いただけますか。はい、ありがとうございます。このような状態で出ることが、正直、ビジネスを、担うトップに立つ者として理想的な身体状況かと言われたら違うのかもしれません。でもビジネスは一人であるものではないと私は令和の虎を、ほぼ全話今回テルマテナイトにさせていただきました。皆様の発言を聞いてきて前の方々とのつながりや皆様の協力があって成り立つものだというのを令和の虎のチャンネルを通して学ばせていただいたので出ようという決心もさせていただきました。このような形で5人の皆様と今後も関わらせていただけること本当に感謝いたします。今後もどうぞよろしくお願いいたします。はい、僕からもあの最後一言だけつまらんこと言いますけど、あの僕あの10日ぐらい前に階段から落ちて、はい、あの鎖骨折ったんですよ。はい。で、今この状態なんですけど、こんなことで、なんかこの世の終わりみたいな感覚になって大作界で俺どうしようみたいなくよくよしてたのが、あなた今日出てくれて、もう本当にいろいろ吹っ飛びましたよ。本当に素晴らしい、ね、いろんな話をしていただいて、はい、すごい勉強になりました。とってもね、勇気があったと思います。ぜひ、あなたのこの活動が、どん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 広がるように令和の虎としても一生懸命応援したいと思いますんで、協力もしたいと思いますんで頑張ってくださいね。ありがとうございます、はい、おめでとうございます。当事者の目線から社会の問題を解決する、過酷な現状の中挑むタイガーファンディングは見事完全オールで終幕。虎たちの心をつかんだ事業計画とプレゼンテーション、ここからいかなる未来へとつながるのか、物語の行方は続報を待て。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。モンデさんおめでとうございました。ありがとうございました、はい、僕途中でも言ってたんですけれども、モンデさんの講演会は何も自主的なものでやらなくても絶対にオファーが僕あると思ってるんですね。なので今日改めて概要欄に貼っておきますけれども、モンデさんが皆さんのところに行ったりとか、もしくはオンラインでね、講演やる場合もあると思うんですけれども、ぜひともいろんな団体の方々や、ね、どっかの交流会とか、様々な、ところでですね、モンデさん、講演していただけると思うんで、ぜひともオファーをいただきたいと思います。僕なんかが講演に行ってお金いただくよりも、モンデさんが行った方が絶対価値があるから、ね、ぜひとも、お願いしたいと思います。モンデさんどうですか？講演会、どんな話を、中心にしようと思いますかね。そうですね、対象の方がどのような方になるかにもよるかと思うんですけども、はい、もちろん当事者の中途障害者の方ももちろんですが、専門職であった部分や勉強も続けているところもあるので、病気を持っているお子様を抱えているご両親の方々に今後の就学や就労のことについてのお話、そして企業の皆様にはこういうもっと機会があったらいいなとか、こういう車椅子があったらいいなとか、バリアフリーの住宅はこんな風だったら使いやすいのになとか、言語聴覚士という資格を生かしてできるかと思いますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ということなんで、ぜひともですね、このモンデンさんの考えていることがね、世の中に少しでも広まっていけるように、我々も精一杯応援したいと思いますし、皆さんもぜひご協力いただけたら嬉しいと思っております。令和の虎主催として皆さんに本当に深くお願いをする次第でございます。はい、モンデンさん今日本当にお疲れ様でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
つながれる。虎とつながれる。もちろん主催ともつながれる。令和の空ファンクラブ入会はこちらから。